PCC カー PCC カーこの項目ではアメリカ合衆国カナダ各都市に導入された路面電車車両である PCC カーのうちアメリカ合衆国ペンシルベニア州フィラデルフィアに路面電車網を有する公営企業である南東ペンシルベニア交通局が所有するもしくは所有していた車両について解説する百三十八年から百四十八年まで 買収前の各し鉄によって導入された車両の一部はリニューアル工事を受けた上で2020年現在も在籍しているが同年1月26日から2021年の間は大規模修繕工事のため一時的に全車運用から離脱している。セプタへの公営改善に PCC カーを導入したフィラデルフィアの鉄道事業者は都心に 路面電車網を有していたフィラデルフィア高速交通、及び、後継企業のフィラデルフィア交通と、郊外に路線網を持っていたフィラデルフィア郊外交通であった。双方とも、セントルイスカーカンパニー製の車両を採用したが、前車は1938年から1947年まで、カッター運転台式の PCC カーを導入し、1950年代以降は、 他都市の中古車両が多数譲渡された一方、後者は高速運転に適した特別な仕様を持つ、両運転台の車両を1949年に購入した。1950年代後半以降は、路線網の縮小が続き、残された路線も施設による運営が困難になったことから、p t c は1968年、PST は翌1969年に、 南東ペンシルベニア交通局へと買収され、PCC カーの所有権も同時に移された。1975年10月には、車庫で大規模な火災が発生し60両の PCC カーが消失する事態となり、トロント市電の中古車両の緊急譲渡が実施された。だが、これらの車両は1970年代の時点で老朽化が進行していたことから、 後継車両の検討が実施された結果、1980年以降旧、p t c 旧、p s t 双方の路線網に、川崎重工業製の9000系、100系の導入が開始された。これにより両運転台車両は1982年までに廃車され、変運転台車両についても1992年にフィラデルフィア中心部に残っていた。 平洋軌道が廃止されたことで一旦営業運転を終了した。1992年当時在籍していた PCC カーのうち14両は修繕を受けた上でカリフォルニア州サンフランシスコで公共交通を運営するサンフランシスコ市営鉄道へ上渡され、1995年から営業運転を開始した胴体保存路線であるカイラインに投入された。同時期に セプタは廃止された、中心部の系統のうちジラードアベニューを通る15、系統の復活を検討していたが、超低床電車を新造すると、多額の予算が必要となることに加え、前述した回ラインが高い成功を収めたことを受け、胴体保存用に残存していた、PCC カーに大規模な近代化工事を施した、PCC2 の導入が決定した。 セプタで再度、PCC カーの営業運転が始まったのは、15、系統が復活した2005年9月4日である。フィラデルフィア最初の PCC カーは、路面電車を運営していたフィラデルフィア高速交通が1938年に導入した20両であった。全車とも、セントルイスカーカンパニー製であったが、2001から2005は GE 製、2006から2020は、 WH 製の電動機を搭載していた。全車ともろ線縮小に伴い、セプタへの公営が以前の1960年に廃車となった。後日するフィラデルフィア交通時代に導入され、その後サンフランシスコ市営鉄道へ譲渡された PCC カーのうち2019年現在1060はフィラデルフィア高速交通の塗装に変更されている。 2605PTC 塗装 2799PTC 塗装2110セプタ初代塗装2117セプタ二大塗装戦前型世界恐慌による影響で破産したフィラデルフィア高速交通を含めフィラデルフィア都市圏の公共交通事業体を合併する形で1940年設立されたフィラデルフィア交通は 1940年から1942年にかけて計240両の PCC カーを導入した。全車とも製造はセントルイスカーカンパニーが手掛け、制動装置や乗降扉の開閉などに圧縮空気を用いるエアーエレクトリックと呼ばれる構造であった。電気機器は GE 製、WH 製の2車の部品を用い、以下の通り番号によって区別がなされていた。 全社ともろ線縮小や川崎重工業製の急線型への置き換えにより1982年までに廃車され、2019年現在は2054のみ、スクラントンのエレクトリック式トロリー博物館に現存している。戦後がただい次世界大戦後に製造され、1947年から1948年にかけて計210両が導入された。 PCC カーは、側面窓が、バス窓と呼ばれる2枚窓に変更され、制動装置や、乗降扉の稼働も、発電機からの電気によって行われる、オールエレクトリックと呼ばれる構造に改められた。こちらも、下記の通り、番号によって電動機の製造メーカーが異なっていた。1950年代以降行われた、大規模な路線廃止後も多数の車両が生き残り、 1992年に一時営業運転を終了して以降もサンフランシスコ市営鉄道への譲渡や工述する PCC2 への改造などにより多数の車両が現役を維持し続けている16連結運転も実施していたフィラデルフィア郊外へ向かう路面電車通称レッドアローラインを運営していたフィラデルフィア郊外交通は第二次世界大戦前は ブリル製の路面電車車両を積極的に採用しており、1940年には PCC カーに類似したブリルライナーの郊外使用車両を10両購入していた。だが、タトシエの販売不振の結果ブリルが鉄道車両製造から撤退したため、戦後の車両増備はセントルイスカーカンパニーが製造した PCC カーで賄うこととなった。車体は サンフランシスコ市営鉄道をはじめ各社に導入された、両運転台式 PCC カーと同型で、変運転台よりも長い一万五千三百六十七ミリメートルの車体長を有し、乗降扉は車体両側面の左右に設置されていた。一方、郊外路線での高速運転に対応するため、車輪は PCC カーの標準である男性車輪ではなく一体圧延車輪を採用し、 電動機の出力も5 5 9キロワットに増強され、最高速度時速1 1 2 7トルでの運転が可能であった。前面下部には連結機が設置されていた。利用客の増加に対応するため1949年に14両が製造された後、公営化を経て、川崎重工業製の郊外路線向け車両である100。 型への置き換えが完了する1982年まで使用された。廃車後は一部の車両が博物館に保存されている。2269-2312トロント市電時代の塗装で運用についた PCC カーの製造は1952年をもって終了したため、以降の PCC カーの増備は全てた年からの上渡車両によって行われた。PCC2-2003 年。 セプタは、ブルックビルエクイップメントコーポレーションとの間に、PCC カーの近代化工事に関する契約を結んだ。改造の対象となったのは1948年に、PTC が導入した型運転内車用で、老朽化が進んでいた車体や、機器の交換、バリアフリーへの対応など、以下のような大規模な近代化工事が実施された。2003年から2004年の間に18両の、 改造が行われ、翌2005年に開通した15系統に投入された。2020年1月26日からは、さらなる延命も兼ねた大規模な修繕が行われており、翌2021年まで全列車が運休し、路線バスによる代行運転が行われている。ただし川崎重工業製の電車とともに、2020年代以降実施される、 路面電車網の近代化プロジェクトの一環として導入される超低床電車への置き換えが検討されている。ありがとうございます。